市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團十郎さん、12歳長女れいかちゃんがハリウッド映画の声優オーディション合格。歌舞伎役者の市川團十郎白猿さんが9月29日にブログを更新。12歳の長女堀越れいかさん、市川ぼたんさんがハリウッド映画の吹き替え声優オーディションに合格したことを明かしています。團十郎さんは8月末の投稿で、嬉しい報告が、おめでとう、レイカオーディションに受かりましたと、レイカさんが何かしらのオーディションに合格したことを報告。お祝いディナーの写真を添えて、私もとてもとても嬉しいと、ハートやキラキラマークの絵文字を大量に散らしながら喜びを綴っていました。團十郎さんはこの日、この間お話ししたオーディション合格はこの作品でしたと情報解禁に合わせて詳細を発表。レイカさんが合格したのは2016年の映画ローグワン・スター・ウォーズ・ストーリーで高い評価を得たギャレス・エドワーズ監督の新作映画ザ・クリエイター・創造者、10月20日公開の吹き替え声優のオーディションで主要キャラクターである超進化型 AI 少女アルフィー役に抜擢されています。レイカさんは本当に一生懸命頑張ったので多くの方に見ていただきたいですと透き通った声でメッセージを届けていました。ファンからは、本当におめでとうございます、こんな狭い疑問を合格できたことすごいです、すごい作品合格おめでとう、人一倍努力するれいかちゃんだからこそ成し得たことですね、嬉しいお知らせ嬉しいですね、ママも喜んでられると思います、など祝福メッセージが寄せられていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。